ええ勉強になったな。急に来ても泊まるとかなんぼでもあることや。でも、空いてましたよ、花見だと。ここも空き室ございますやろ。ここだけ、うん、空き室ございましたから、ここで交渉したらええの。安なる言うて。あかんかったら観光案内所行くわ。行ってって言われたらどうしよう。どうぞ。結構空き室はあちこちにあるんだよな。何て言ってもないの。え、あこの、なんとかなんとかでもいいのか、ちょっとまず温泉混んでるやろうな。信濃屋さん着いた。しもたこれ別館。カニいっぱいやな。何も書いてないから分かれへん。大きいカニやな。5500円だったら安いな。うん、土産物やってるのはほんまにカニとかあんなばっかしやな。